ビザ・キャッシュ・ APP ・ RB という新しいチーム名に関して、ファンやジャーナリストからの批判が高まっている。この名前は早口言葉とされ、ヘルムート・マルコ博士も、その難解さを認めている。また、噂によれば、チーム関係者は、すでに新しい頭字語である VCARB でチームを呼んでいるとのことだ。オート、モーター、UND、スポーツのトビアス・グルーナーは、ロンドンの F1 首脳陣も、名前の変更に対して悩んでおり、 その過程が予想よりも時間がかかったと報じられている。具体的な懸念事項は述べられていないが、これが名前の変更に関する課題や複雑さに起因する可能性がある。現在のところ、レッドブルは RB がチームオーナー、エナジードリンクのレッドブルを指すのか、レーシングブルーズを指すのかについてはっきりとしていない。一方で、アルファタウリを管理していた特定の会社が、ビザ、キャッシュ、APP、RB ではなく、 レーシングブルス SPA に社名変更されていることが判明している。これは最新の2024年 F1 エントリーリストにも反映され、チームは会社名としてレーシングブルズス SPA としてリストされている。新しい名前であるビザ・キャッシュ、APP、RB が一般的に受け入れられるかどうかについてはまだ不透明であり、その普及の程度はテレビのコメンテーターやメディアの間で関心を引いている。コメント 旧アルファタウリの名称については、ややこしい状況です。会社名として、レーシングブルーズ SPA。チーム名がどうなるのか